こんばんは今夜も眠れない夜がやってきましたラジオ夜行日記のお時間ですカミナと申しますよろしくお願いしますえーというわけで突然始まったんですけれども僕は結構数年前から深夜ラジオにハマって、まあ、今ではもう本当に週に15本くらい <laughs> 聞いてるんですけどまあ。 それまあこの YouTube チャンネルを始めた時からこういうまあ一人しゃべりでラジオみたいなことをやりたいなとは思っていたんですけどやっぱりなかなかこうハードルが高いといいますかシンプルなトーク力が試されてしまうなっていうのがあって、まあ、少しこう二の足を踏んでいたんですけれどもちょっと YouTube にも慣れてきてで まあやってみててみもいいいいののかなという思いが生まれてきたので、まあ、こんな形でラジオをやってみたいなというふうに思って、えー、今回第1回を収録させていただいております一応コンセプトとしては僕が眠れない夜に収録をして 眠れない夜にアップするというごくごく個人的なものになっておりましてそれをですねまあ皆さんも眠れない夜があるかと思いますのでまあそういった時に楽しんでいただけたらいいのかなというふうに思っている次第ですなのでまあ特にこう曜日とかこう時間とかあまり決めず僕がこう本当に眠れないなって思った時になんとなく収録をしてまあなんとなくアップロードするっていうような 形にしたいなと思いますので、まあ、不定期ラジオとなってしまうんですけれども、まあ、ご了承いただければ幸いですというわけで、まあ、今日も京都で、えー、眠れない夜を過ごしておりまして、まあ、今はだいたい午前1時半ぐらいなんですけれども、まあ、明日は、ね、そんなに特に用事もなく仕事もないですしお休みということで、まあ、夜更かしも特にしても問題ないし まあちょううどいい機会だと思ってこうやって、てこやラジオを撮っているんですけれども、ラジオといってもね、こう何の話をしようかなと思ったんですよ。で、まああんまりこう僕のね、まあ日常をつらつらと喋っても仕方ないのかなと思ったので、今日はちょっと僕がへえって思ったことをお話ししたいなというふうに思います。この間、まあ普通に小説を読んでまして、その中であの、シャチホコっていう言葉が出てきたんですよ。 皆さん、シャチホコってきて、あのパッと思い浮かぶと思うんですけど、あのお城の上にある、こう、尻尾がピョってなってる、金色のね、あのオブジェみたいなやつなんですけど、まあ、なんかその会話の流れで出てきたんですけどこう、シャチ、シャチっていう動物がいるだろうみたいな話のにあに、あのお城の上にこう乗っかってる金色のやつだろうみたいな会話が、こう、小説の中で出てきていて、そこで、 僕初めてこうシャチ保護っていう存在と動物のシャチという存在この2つがあこう、まあ、同,同一というかつながりのあるものだったんだってことに初めて気づいてまあちょっと遅いよって そんなの知ってるよって言われちゃったらちょっと恥ずかしいんですけどずっと全然そこがつながってなくて確かにシャチホコってシャチのことだったんだって思ってすごいなんかアハ体験的な感覚がありましてであなんかやっぱりこうシャチホコってシャチをモチーフにしてるんだろうなと思ってちょっと調べてみたんですよそしたらなんとびっくりであのシャチホコって実はこうあのシャチが先じゃなくて シャチホコが先らしいんですよどういうことかっていうとあのシャチっていうのはもともと日本ではこうクジラと同一に扱われていてクジラとして一括りに扱われていたらしいんですね。でまあそ,そんな中で外国からあのまあそういった動物のまあ情報とかが入ってくる中であのどうやらシャチ、まあ、当時シャチと呼ばれてないですけどあいつはクジラとは違う存在なんで らしいぞっていうことを、まあ、発見というか、まあ、気づきましてでじゃあどうしようってなった時にこうあいつはシャチホコに似てるからシャチって呼ぼうっていう風になってまあそういったこう流れであのシャチホコっていうもの、まあ、シャチホコ自体がこう空想の動物らしいんですけどそのシャチホコから名前を取ってシャチっていう名前に、えー、動物が名付けられたという流れらしくて。 まなのでシャチをモチーフにした空想上の動物がシャチホコなのではなく逆にシャチホコっていうものがあったからシャチっていう名前が付けられたっていうこの逆だったらしいんですね。でそれってすごい面白いなと思ってで手てなった時にあれなんか他にもこういうやついるなと思って皆さんももしかしたらパッて思いついたかもしれないんですけどキリンっているじゃないですか。 あれもあの同じ名前であの空想上の動物のキリンっていうやつがいるのはご存知だと思うんですけどあのあれですねビールのパッケージに載ってるこうなんかヒゲなのか毛なのかよくわかんないモサモサが生えてるこうちょっと変な顔の,あのやつですけどあいつもあキリンじゃんと思ってこれってもしかして これもキリンが先なのではって <laughs> ちょっとややこしいですけどあの空想上のキリンが先でリアルの動物は後なんじゃないって思って調べてみたんですよそしたらやっぱりどうやら空想上のキリンの方が先にあったらしくてあのまあその空想上のキリンもともとは中国の空想上の動物をこう まあモチーフとしてというか、まあ、そいつにどうやら似てるっていうことらしいんですけどっていう流れでこうあの動物のキリンジラフがあのキリンとして名付けられたという流れだそうですまあこの辺りは結構諸説あるみたいなんですけど基本的には後追いでリアルの動物の方が名付けられてるっていう流れらしくてあの実際にこうえっと中国の方では あのキリンとは呼ばれずあの別の名前で呼ばれてるみたいなんですけどいやなんかこれってなんかすごくないですかなんかこううまく表現できないんですけど人間の想像が先にあってこう後でリアルが追いついてくるみたいななんかまあ,あの単純な名前の話ですけどでもなんかこれってすごいことだなっていう感じがしてであの さらにさらにもう他にもいるんじゃないかと思って調べたらあのもう一体いたんですよ。あの夢を食うやつですね。バクなんですよ。バクもやっぱり、えっと、空想上の、まあ、それこそ夢を食べるといわれる、えー、空想上の動物バクっていうものと、まあ、いわゆるあの動物園とかにいる、まあ、バク。 の2つの存在がいるわけけですけどこれもやっぱりもともと空想上のバクっていう動物が存在していてそれに似ている動物だからということでえとバクという名前が実際の動物の方に名付けられたっていう流れだっていう説がかなり有力らしいんですね。でなんですけどこっからがもう一個面白いところでなんかそれはそうなんだけどただ もっとさらにたどってみるとまあ空想上のバクっていうのは実はもともと中国の空想上の動物なんですけどその中国にもともとバクっていう動物がいてそれをモチーフに空想上の動物バクが作られでそこでどうやら中国からバクって っていう動物がまあ絶滅してしまったことによって中国にはバクという動物がいなくなってしまったで空想上のバクという存在だけが残りまあそれが脈々と受け継がれていきさらもう一度過去離別してしまった動物バクとあのまあ何千年後かにもう一度出会った時にあれこいつ あのバクに似てんんじゃん空想上のバクに似てんじゃんってことでバクっていう名前が再度つけられたっていうこういう流れなんじゃないかみたいな説もあるらしくてもうなんか <laughs> なんかもう訳わかんなくなっちゃってますよね。なんか卵が先か鶏が先かじゃないですけどそうやって考えていくとなんか <laughs>。 そもそもなんか空想上の動物って何か何なんだろうなみたいなまあ日本にも妖怪とかたくさんいますけど、まあ、きっとあれもまあ何かしらのこう、まあ、例えばまあカッパだったらあの子供が川に,流す川に溺れて流されちゃったっていうことがあって、まあ、そのカッパっていう存在がこうできていった。 みたいな流れがあったり多分すると思うんですけど、まあ、そういう何か事件だったり事故だったりこう現象っていうものがあって、まあ、それがこうモチーフとなってこう名前が付けられ存在が生まれもともと形のなかったものに形が当てがわれで、まあ、さっきの話でいくとキリンとかはそこからさらに実際の実在の動物にまで名前がこうあの当て込まれているわけですよ。 何が本当で何があの何が存在して何が存在しないのかはよく分からないみたいな実在と虚像のこう入り乱れる感じがすごく面白くてなんか世界っていうのはこう意外に曖昧にできているというかなんかその辺って結構なんだろうな自分たちが思ってる以上にその虚像と実像っていうものがこう入り乱れた状態で こう存在してるんだなっていうのをすごくなんかひしひしと感じた体験だったなっていう <laughs> えっとお話でしたでなんかこれを思い出した時にあの知り合いの親戚にあのハウルくんっていう子がいたのを思い出してこれって現代版のキリンだよなっていう <laughs> のをちょっと思ったっていう当時はこうなんか まあ、ハウルってそれこそあのジブリのハウルの動く城のハウルから取ってあの子供に名前を付けてたみたいなんですけど、まあ、なんかその、まあ、当時は中学生とかだったんでその話を聞いた時になんか、まあ、いわゆるドキュンネームというかちょっとなんかうわーって思っちゃったあの感じがあったんですけどこれ <laughs> これって実は昔からあの普通に行われてたことなのかもなとかあの今回の一件で思ったりした。 ですけどなんかあんまりなんか話が違うような気もしてきたりしなかったりっていうような、はい、お話でした <laughs>。はいあのよ。最後よくわかんなくなっちゃいましたけど、まあすごい面白いなというお話だったので、まあちょうどラジオの初回としてふさわしいのかふさわしくないのかはちょっとわからないですけども、あのまあ面白い話だよっていうことでご紹介させていただきました。もしあのぜひね、他にも。 あのこういう例がありますよみたいなあのこととかあったらぜひぜひ、あのー、教えていただけると嬉しいなと思います。まあ、結構僕は妖怪が、まあ、好きでもともと「峡谷夏彦」の小説からこうなんか妖怪っていうものに興味を持って一時期ちょっと調べたりしていろいろ勉強してたこともあったんですけどなんかこうすごく あの妖怪っっててていいいう文化は面白いなと思っていてよくよく考えるとそういう空想上の動物生物存在っていうもの自体がなんかよくわからないなって思う時もあって普通に動物がいるのに何でわざわざこう空想上の動物なんて描くんだろうみたいな <laughs> なんだろうまあそれを言ったらもうあの物語とかフィクションとかもう全ての物事にそういう あのことが言えるんですけどまあなんかでもとりわけこう妖怪とかその空想上の生物っていうのはなんかすごく不思議な感じがしてこう漠然とあの心惹かれるのもそういう不思議さ奇妙さっていうところにあるのかなと思ったりするんですけどあの今回の一件でまたあのそういう分野に興味を持ったのでまた機会があればなんかちょっと勉強してみようかなと思ったりもした、え。ー 日でございましたはい、えー。そんな感じですね。なんかこんなんでラジオになってるのかよくわからない感じになってきましたけれども、シャチホコとシャチという、えー、なんかラジオの初回とは思えないよくわからん話をしてしまいましたが、えー、まあ次回以降もね、こんな感じでやっていくのか、もしくはもっとあの僕の、えー、日常のしょうもない話をするのかもしれないし、まあそのあたりは、 その日のコンディションテンションによって変わってくるのかなと思いますので、まあ、なんとなく聞き流していただけるようなラジオにしていくつもりなので、えー、と皆さんもあの気軽な気持ちで <laughs> あのぜひぜひ聴いていただければいいのかなと思いますしあの眠れない夜にねなんとなく聞き流しながら、えー、眠れねえなって思っていただけると一番いいのかなと思います。 えー、そんなわけで、えー、本日はこのあたりにしたいと思います。ではおやすみなさい。